こんにちは、ライムです。早速前回の続きからやっていきましょう。他の誰でもないこの物語の主人公は決まりだという感じで、はい。てか早速なんか落ちてるね。アルベド語辞書第1巻だ。3文字だね。和とミとフ、これがアイイウですね。アルベド語主婦根拠になった。初心者ってことかな多分。あ、ちょっとだけ読める、ちょっとだけ読めるけど全然意味わかんねえ。ゴフキス、またるラジョフシアエモ。わからな。はい、ということで行きましょう。潜るでいいのかな。はいはいはい。これ特にあれだ、視点切り替えはできないみたいなので、このまんま、え、モンスター出るんだ。なるほど。あれ、敵2体、3体いたように見えたんだけど。はい、この辺はもうちょっと戦闘もおっさりしてたような気がしたけど、あれなんだね、割とサクサクいくね。エンカウント率はともかく、ちょっと盗んでみよう。手榴弾、あ、これ3体で1匹なのか。なるほど、何も盗めなかった。あ、これ3体で1匹なわけね。経験値少ないな、経験値めっちゃ少ない。てかよくよく見たらあれだね、マップ通りに行くと、あ、うんうん、なるほどなるほど。はい、これあれだよね、これ最初さ、やっぱりやった時ね、初見プレイの時これ何しに行くのか全然意味わかんなかったんだけど、先制攻撃、あ、そうだ、今キーコンフィングで固定にしてるんだった、記憶か。リュックやっぱそんな攻撃力ないね。そう、これあれだよね、飛空艇だよね、飛空艇をこれサルベージするっていう話だよね確か。あれ、いけないんだけど。いけないんだけど。いけないんですが、ん、これ違うのか。あ、進んだ。よくわからん。進んだわ。まあ進んだ進んだ。これね、セーブっていうか回復はしときたいよね。はい、今ので回復はしたはず。ていうかよく息継ぎできるな。なんかボンベぐらい背負ってくんのかと思ったら、なんもないじゃんこいつら、素潜りじゃん。すごすぎるな。いや、でもまあそういう世界観なのかな、世界観なのかな。ブリッツボール選手もそれ、よくよく考えたらボンベとかしてないもんね。そういう世界観なのかわかんないけど、そういえばあれだよね、喋れはしないけど息継ぎ一切なしだねこの人たち。まあ基本戦う連打で大丈夫だよね。はい、ん、操作方法おぼつかないんだが。
とりあえず適当に触ってみるっていうね。お、またなんか出た。またあいつじゃねえの？今のまたあいつじゃねえの？あ、違うやつだ。ちょっと違うやつ。盗もう。とりあえず盗もう。手榴弾しか持ってねえな、こいつら。味方全員の攻撃力、物理防御アップします。これ前回の最後で覚えたやつですね。これね、確かね、あれ、味方全体の物理防御と物理攻撃が1ずつ上がるような効果だったような気がする。僕の記憶が正しければ。手榴弾が強い。タコ足。これで一発殴ってみよう。強くなったのがよくわかんない。大して変わってない気がするな。お、なんだ、ここからでは攻撃が届かない。トリガーコマンドについて、バトル中時々特別なコマンドを使う場合があります。コマンドウィンドウで左を押してください。身構える。 HP を回復しながら様子を見ます。じゃこの間に励ますやっとけばいいのか。タコ頭。ああ、なるほどね、そういう感じか。あ、ちょっとやっぱ火力上がった気がするね。ちょっとやっぱ火力は上がったわ。また移動かな。リュックが死にそうだけどね。これ身構えて回復しとこう。挟み撃ち。敵を挟み撃ちにします。リュックは完全におとりの形だけどね。盗んどこう。何も盗めない。後ろから切ったらもうちょい火力上がってもいいと思うんだけどね。タコ足。お、勝ったか。懐かしい。現行中ですよ、現行中。で、出るのかな。なんだろう、ライトだ。普通のなんか建物っぽいね、こうしてみると。なんで海底にあるのか謎だけど。これこうしてると何のゲームかわかんねえな。ここまでだとそんな FF 感ないよね。あ、この形は、この形あれだ。完全にあれだわ。名前忘れちゃったな、この飛空艇の名前。なんだっけ？
ハイウィンドウ、ハイウィンドウはあれだもんね、歴代のあの FF でよくある名前だけど、ハイウィンドウじゃなかったような気がするんだよな。なんだっけ。俺をサルベージするわけですな。夢し飛空艇無魔敵様。あ、もう飛空艇って言ってる。忍るまさか気圧さ。ラーセゴフタセリチワデモフは。全然何言ってるか分かんない。お前は、これ分かった。今の分かった。鉄だっただろ。お前は外だって多分言ったわ、今の感じ。確実にそうだよね、今のは。あ、腹減った。優しい。おお、飯。うん、食べるからだよ。何さ。あなたのお名前は？リュックだよ。おお、本当に通じるよ。わかるわかる、この気持ちはすごいわかる。僕も今同じこと思ったもん。すごいティーダリー感情移入してた。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ。ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの戦士やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあ、その前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺、変なこと言ってんのか？ようやくちょっと冷静になったね。近づいたんだ。うん、大丈夫、きっとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。真の毒気ってやつか。俺病気ってこと？真の毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前にシンが暴れて壊しちゃった。あの時だね。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ、千年前って。俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか。信じらんないって。そんなの服装的におかしいとは思わないのかな。
あのさ、ん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。優しい。あ、めちゃめちゃ優しい。それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん。こんな格好じゃなければ惚れてたわ。ザナルカンドはエボンの聖なる土地。何のこっですかって感じだった。エボン、真の毒家ルカ、どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか。信じられるかっつーの。あ、もう。え、なんだ。もうこの辺はさすがに覚えてないわ。なんだっけ。え、何、まさかまた死ん、あ、死んだルーボー。マジか、懐かしいルーボー。なあ、ああ、そういう展開なのか。そっか。え、セル？なんかあれだね。あれを思い出す。あの、昔ながらのプレステのゲームだとさ、ディスクの切り替わるときとかセーブしたよね。今それを思い出した。なんで今セーブ？そのさ、この浮き方だと普通死んでるよ。息できねえじゃん。なんだろうね、この世界の人たちは結構あの空中でも、あ、空中じゃねえ、水中でも息ができるのかな。エラ呼吸なのかな。ブリッツボール、大丈夫か。わっかだ。人って。顔。わっか、もうわっか顔芸だよね。まあとりあえず逆方向に行くっていうね。多分この先宝箱ありそうだよね。僕の RPG の方が宝箱あるって言ってる。あー、これ以上早く走れないのかさ。あ、ない、マジか、ない、何もない。あると思ったんだけどな。とりあえず逆走するよね。あ、あったわ。こっちだったわ。毒消しを2個。さすがに海の方は何もないかな。まあでもこれあれだね。最近なんだこの海を見て思い出したけど、キングダムハーツ3とかやってたからさ、
さすがにそれと比べちゃうとって感じはあるよね。おお、宝箱あった。な、何これ。月輪の印。あ、これ七色の武器に使うやつか。なんて読むか分かんないけど。月輪なのかな。月輪でいいのかな、普通に。月輪なのか月輪なのか。うわー、懐かしい。早速囲まれたぜ、いかついやつらに。どうも。お前さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。でもブリッツボールが千年の間あるってすごいよね。ああ、そんなにやっちゃったらボール取りに行けないから。素人じゃないよな。どこのチームだ。ザナルカンドエイブス。どっから来たって。あ、悪い、今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ、エボンの賜物だな。完全にエボン信者なんだよね、ワッカって。確かトレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ、腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。どれぐらいあれ、どれぐらいあれ、ね、あれなんだろう、海の上で寝てたんだろう。キッパーだ、見ての通り、うちのチームは少しだけ未熟でさ。おっつ、夏い。あ、ほんとだ、すごい、すごい。2回話しかけるとなんかね、そう、この動画撮るにあたってコメントで来たんですよ。2回話しかけるとアイテムもらえるって。合言葉は精一杯頑張るだ。それしか取り柄がないんだけどね。わ、すごい、ほんとだ、2回目になんかくれる。ジャッシュ。あ、めっちゃくれるじゃん、すごいな。ボールが落ちてくるとつい目をつぶっちゃうんだ。やばすぎだろ、それ選手としてやばいよ。あんたが溺れずに済んだらブリッツの選手だからだろうな。あ、こいつはくれない。レッティ、レッティなんていたっけ、名前覚えてないな、さすがに。昨日は5回連続でできたのにとか。レベルが低いぜ。ワッカはいいやつだと思った、だから聞いてみたくなったんだ。まあいいか、いい肉体だね。ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔昔スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然神が現れて機械の町を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それがだいたい1000年前。そう、お前の言う通りだ。まあ、神は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔の奴らのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ、それは分かってるさ、うん、でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。なあ、
楽して暮らしてた時代のチームなんて弱っちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりはシンだ。だからもう一度シンに会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまでは、ここがどこかとか、いつの時代だとか、気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。全然喋る余地がなかったぜ。見入っちゃうね、やっぱり。すごいね。はい、とりあえず HP を回復しておかないとやばいので。そう、セーブスフィアに触る癖つけとかないと。おい、こっちだ。うわー、この曲超夏い。こっちだって言うけど、あー、ここはあれだ、多分ショートカットでここ降りてくるとこだわ。モンスター出そうだね。これもうワッカも一緒に戦ってくれんのかな。夏い。この曲いいよね、ビサイド島の。なんかあんのか。容赦ねえ、初対面なのに。何すんだよ。初対面でこれできる勇気ってすごいよね。これすごいと思う。これ潜っても宝箱とかはないよね、っていうか見えないし大丈夫だよね。ここでも出るの。あ、ワッカは戦ってくれるわ。技ブラインアタック。 MP 全然ないからやめとこう。あ、水の中だから無言なわけか。なんで喋んないのと思ったけど、そっか、水の中は喋れないのか。宝箱はないよね。あ、あった。え、何あれ、浮いてる？もしやあれ浮いてる？浮いてるよね、あれ。浮いてんのか。よくわかんない。あ、浮いてはないのか。あ。今どこ持ってた T だ。こういうところはあるよね。さすがにここは見えないな。何もないよね。はい、なくていいです。よくわからないので。ちょっとスフィア版いじってみようか。レベル2になってるんで、移動でここに移動して、ここで使うパワースフィア、はい、1ずつだね。で、次何覚えるんだこれ。本面結構早いうちに覚えるな。はい、行きましょう。話せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。もうすぐ大きなブリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だから、お前のこと知ってるやつらもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろ。なあ、
悪い話じゃないと思うぞ。どうだ、ラン。いいよ。ありがとうよ、大会まで頼んだぜ。めちゃめちゃ嬉しそう。今の言葉聞こえてんのか。ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラを繋いでるような気がしたんだ。まあ今んとこそこだけだもんね。そんなに外れてなかったろ。今んとこ確かにそれぐらいだもんね。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい。そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。これだから。本気でやったって充実感があれば俺すっきりやめられると思う。やめられてなかったから。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ。それ以外何があるんだ。それだな。優勝。マジっすか。マジっすか学園。ワッカっていくつだっけ。あ、戻れんのか。後ろ戻れるんだこれ。とりあえずセーブスフィア触っとこ。お腹が空いた。お腹が空いて止められた。そんな理由、そんな理由で止められんのこれ。こっちはいける。あ、またなんか書いてあるぞこれ。これまたあれか、アルベルゴか。こっち行く必要多分ないよね。上のやつは多分あれだもんね、飛空艇で確か来るとこだと思うので。うん、余計なことやめとこう。余計なことやめとこう。こっちは多分後でもう一回来ると思うから、どっちにしろ後でもう一回通る道だと思うので、うん、ちょっとストーリー進めましょう。やっぱここら辺はちゃんとやっぱ確認しておきたい。行かなくていいところも確認しておきたい。モンスター出ないね。ああ、海から来た人か。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。こいつら誰だっけな。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。なんだっけこいつら。誰。討伐隊のルッツとガッタ。うわ、ルッツ討伐隊。ルッツとガッタだ。お前そんなことも忘れちまったのか。悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。うっす。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。結構若かったあれだよね。あの面倒見のいい兄貴分って感じで、最初に、まあ最初に出会ったのはリュックだけど、いいタイミングでワックがいたと思う。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。
しばらく暇つぶしてろ。そうだな あそこが討伐隊宿舎だ。ルッツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよお前、いくらなんでもお祈りは覚えてるな。いや、忘れただな。忘れたっていうか、知らなかったんだけどさ。生活の基本だろう。まあ、とにかく教えてる、うん。これなんか昔やった気がする。これ厨房の頃みんなでやってた気がする。こんなのこれやってたわ。おにぎりこねてるみたいだな、ティーダのやつ。よし、上出来だ。いいのか。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。あそっか、千年前のダナルカンドでもやってたもんね。あれって千年前はそういう意味だったんだね。やってたよね、確かに。なんでやってんだと思ったんだけど。なるほどね。あんたは海から来たんだってのはルッツたちに聞いたよ。珍しい服ね、どこの人。やっぱ 服は突っ込まれるか。ビサイドは辺境の島国っていう感じなのかな。まあ特に買う必要はないかなと思います。武器も多分まだ買えないだろうしね。ワッカじゃん、ワッカ。飯の前にジーンの召喚師様にご挨拶してこいよ。今ワッカこの速さで今何か作ってくれてんのかな。ここが討伐隊宿舎かな。ん、何これ。あ、チュートリアルか。なあ、あんた真に襲われたんだろ。それ最近か。多分な。じゃあ島の近くにシンがいるのか。隠してないよな。もちろん。この近くにシンが来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところがそんな気配はない。悪いけど俺には何もわからないよ。だいたい俺討伐隊ってのもなんだかよくわかってない。冗談だろ。シンの毒気か。ガッタ、話してやれ。はい、先輩。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。このポーズ必要あるか。スピラ中に支部がありそこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山衆を起源とする。名前がかっこいい。後年組織を拡大し討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて真を倒せないのか。討伐隊にできるのは真の進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。多分俺らには真は倒せない。討伐隊の役目は真から寺院、町、村、人々を守ることだ。なるほどね。じゃあ誰が真を倒すんだ。真の毒気ってのはこんなひどいものなんですか。これはかなりひどい。めちゃめちゃディス。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。そもそも知らないんだぜ。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。めちゃめちゃディスられてたぜ。俺たちは寺院から破門されちまったんだ。もうここも出ていかなくちゃならない。作戦にすべてをかけるしかないってわけさ。破門。もうすぐ討伐隊の力で
シンを倒せるかもしれない。すごい作戦が編み出されたんだ。討伐隊の歴史に残る作戦さ。さっきお姉さんが入ってった。猫、なんだ、猫いっぱいいるぞ。シンのいない土地を探して旅をしてきたけど、そんな土地はどこにもないのね。諦めた方が良さそうだわ。デブが入ってきた。実は俺もシンの毒気にやられた口なんだ。今はかなり良くなったけど、最初のうちはひどかった。自分がどこの誰なのかも全然思い出せなくてさ。あの時は泣きたくなったよ。へえ。おお、なんかやってる。教えに背く。まあ宗教だもんね、エボンって。要するに。とりあえず挨拶かな。懐かしい、このエボンの曲。なんか本当、本当に俺の知らない世界だった。これあれだね、左のやつユーナレスカだね。ユーナレスカの像だね。右がそのユーナレスカの旦那、名前忘れちゃった。でこの像が多分ブラスカだよね。これブラスカか。ブラスカだ。ブラスカ様が大召喚士となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚士ってなんすか。な、あの俺真の毒気に当たっちゃったんです。とりあえずこれでなんとか日はしのげる。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚師とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚師が操るは血肉を持たざる聖なる獣召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。感想がコナミ感だね。完全にコナミ感だよ。まさにガードでないものが試練の前に近づいてはなりません。あたしはオハランド様が一等好きだね。死んだじいさんによう似とるけ。大召喚士ガンドブ、ガンドフ様のお力で何卒ご家族をお守りください。何もなし。これあれかな、多分ここの寺院出ようとするとイベントが発生するパターンかな。エボンの、経典を調べても真の毒気を癒す方法は記されておらん。お主にエボンの恵みがあれば毒気が抜けるかもしれん。多分出たらイベントがフラグ立つ感じかな。あ、何も。あ、ただこれ多分輪っかイベントが多分これで済むんじゃないかなって気はする。ここだっけ。違った違った。
悪いな、飯はまだなんだ。え？昼寝でもしてろ、疲れてるんだろ。まあ、寝とくか。様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。なんだなんだ、事件か。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか。すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。ティータの母ちゃんか。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなに、そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。重いですね、とても重い。重い。ワッカ？うん、はい。といったところで第2回はここまでで終わりたいと思います。次回はイミシンに出ていったワッカの行方を追うところから始めたいと思います。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。